最後に上和口です。本日もご視聴いただきありがとうございます。 R1300GS です。大阪今日3時ぐらいから雨だそうです。今1時半ぐらいです。1時間半ぐらいのツーリングに出かけてみましたが、出た理由はですね、新しいネックマウントを買ってみました。 Amazon で買ってみました。今までネックマウントってね、あのプラスチック製のやつを首から下げて GoPro つけてみたいなのやってたんですけど、なんせ重たいし痛いしね、疲れるんで、なんかいい方法ないかねと探したところ、紐型のネックマウントがあったんで、おそれはいいじゃんと買ってみましたが、なんと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 、ものの1分もせずに使えないことが分かりました。もうね、この動画喋りながら分かると思うんですけど、全く使い物にならん。もう動く、まあ服がね、普通の T シャツというかシャツなんで布地が弱いっていうのもあるんでしょうけど、でもこれだったらさ、ここさライディングジャケットだったらさ、ほらほらほら、横にずれていくやん。こういうこと起こるやんね。そうこれ、でもライディングジャケットはここにさチャックがあるわけなんで、チャックがさ、その胸部プロテクターがついてるやん。だからさ、どっちみち無理なんじゃないのこれ。っていうね、だって傾いていくもん、ほら無理よ無理ですよこれ。ということで、ほら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 、もうちょっとまっすぐ向きて君ね、これ運転中に気になるよ。ということで、1時間半ぐらい雨までかかるんで、ちょっと走りながらこの商品買ってみたっていうね、レビューをやってみようかと思ったんですよ。元ブログ用に使えるかどうか調査みたいな。開始1分で使えないという結論に達しましたんで、ちょっと酔う動画を、見てる人が酔ってしまうかもしれない動画を撮ってみたいと思います。ちょっとこの先は酔いますので、皆さんご注意ください。だってもう俺今気になってるの、超気になってるの、これこれ意味あるかねまあいいか、雨降る前やし、ちょっとシャッと行ってシャッと帰ろう。せっかくなんでね、大阪市内のいい風景でも撮りながら回ろうと思ったんですけど、ちょっとだってギア1個入れるたんびにさ傾くもんね。もうすでにほら傾いてんじゃん、90度。あかんで、布じゃ無理やで、シャツ T シャツじゃ無理や。あー、風で負ける、ちょっとわかるもんね。はい、ということでちょっと待てちょっと片手で運転せるのはあかんで、そのうち怒られるで、ほんま失敗やな、やらかした。信号が赤なんで、ここで一旦ちょっと直してみましょうか。なんか方法ないかね、紐をもうちょっときつく縛ればいいんかな。はい、めっちゃ明らかに絶対カメラ曲がってますね。はい無理そういうことじゃない、首の真ん中にも紐が真ん中に来てないんかな。ちょっと可能性を見出したいんだけど、全く可能性が見出せぬ。なんか上からもうちょっと、もう一本引っ張ったらいけんだから。でも風で動くよね。どうにもならんなこれは。風が強いだけで終わるな。カメラ無理。とりあえず応急処置をしましたけど、まあ無理ですな。ということで帰ります。本日もご視聴いただきありがとうございました。ネックマウントはプラスチックでやりましょう。モバ。そうね、あのこれ歩く分にはいいと思うんだけど、元ブログにすんには無理があった。紐ね、紐型のちょっと元ブログとして使うには無理やな。やめようこれは。ということで、
首掛け紐型ネックマウントモトブログで使えるか大会、結果使えるかボケ使えるか結果使えません。まあね、ちょっとこういう低速で行ってる分にはちょっと気をつければいくんだけど、こんなもん気をつけながらバイクなんか乗れるかということで、諦めます。ちゃんとあのプラスチックのネックマウントに皆さんしましょう。それでは簡単ですが、本日の動画は以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。こんなしょうもない動画からちゃんとしたツーリング動画までやってますので、またチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。